1967年東京都知事選挙は、1967年4月15日に執行された東京都知事選挙。第6回統一地方選挙の一環として実施された。候補者選定過程で、保守陣営、革新陣営ともに大きな混乱が見られた。保守陣営は、1965年の黒い、 霧事件によると議会自主解散後の再選挙で、社会党に第一党の座を奪われ、また、公害対策、滑水対策も後手に回り、保守都政の長期化に飽きた都民の反発もあり、厳しい状況に立たされていた。一方で、革新陣営も1967年1月の第31回衆議院議員総選挙では、伸び悩んでおり、都知事選での挽回を期していた。 自民党総裁の佐藤栄作は当初、東都政で筆頭副知事を務めた内務官僚出身の鈴木俊一を推し、社会党内では元総評議長の大田薫が候補として浮上していた。その中で党政拡大を狙う公明党は、総科学会幹部の安倍健一を独自に擁立した。反共主義を掲げる民社党委員長の西尾末広は、 共産党の都政進出を阻止し、自民、社会と候補者を一本化すべく、両党に働きかけ、後に、原理運動推進者になる、松下聖子と武器を担ぎ出した。民社党からの提案を、1959年都知事選の、有田八郎以来となる、社協共闘と天秤にかけた、社会党は、攻撃的な大田薫を下ろして、鳩と明治の見延べ、両吉を擁立し、逆に、 共産、民社両党に反自民の革新統一戦線を呼びかけた。共産党は党推薦候補として元衆議院議員の米原明を擁立する予定だったがそれを取り下げ、社会党の提案を受け入れて、みのに相乗りした。しかし、民社党はみのがマルクス経済学者であるとの理由で共党を拒絶した。また社会党も、 民社党のオス松下が各兵器禁止平和建設国民会議議長であることを問題視して決裂した。その中で世論調査の結果、擁立を目論んだ鈴木では勝ち目が薄いと読んだ自民党は鈴木を下ろして松下を推薦することにした。このほか三度目の都知事選となる第二本愛国党の赤尾里氏や1980年代後半まで、 反響の精神のもと多くの国政選挙や都知事選に挑戦した深作聖二郎が世界連邦創始者を自称する南斗夫が率いる世界連邦日本国民会議から都知事選に初出馬するなど、軽重候補が出馬した。元放置新聞記者の野野昇は松下と親交があり、見延部に対する原票工作のため立候補したが、水戸の通名刺を届けを 東京都選挙管理委員会に却下された。また、前回の都知事選で3候補を擁立するなど過激な選挙闘争を見せた、日後通るグループの残党の一人で、自由民主党誘拐公認の渡辺清行は、自由民主党が推薦する松下が無所属で、立候補しているため一部の有権者に混乱を生じさせ、松下に対する原票工作を刊行した。10名、50音順。 各候補の得票率、投票率は67.49%で、前回1963年の67.74%をわずかに下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、教託金没収外交は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、 全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。社会党と共産党が推薦する見ノベは、東京に青空をというキャッチフレーズを掲げ、保守知事の長期化で検体した都政からの刷新を訴えた。テレビ出演などで得た知名度を生かし、マスコミからも見ノべスマイルの名で好意的に報道された結果、 自民党と民社党が推薦する松下や公明党が推薦する安倍らを破り、史上初の革新都知事が誕生した。自民党と民社党が推薦をする松下は、保守陣営の人気低下に歯止めをかけられず、見延べの前に破れ、革新陣営に都政を譲った。公明党が押す安倍は、総価学会の基礎表による一定の支持を得たが及ばなかった。なお、公明党は、 今回の都知事選の安倍以降、現在までに一度も、党独自候補を擁立していない。その他の候補では、松下雄ス自民党に対する原票工作を、勧告した、自由民主党誘拐公認の渡辺が、全体得票率の1%に迫る4万票以上を、獲得し、最上位に進出。一定の成果を得た。ABCD 自由民主党とは、無関係各選挙における、 投票率投票率東京都選挙、管理委員会東京都知事選挙開票結果、一覧武蔵野市選挙管理委員会。ありがとうございます。